DeNA がサッカー J3 の SC 相模原を連結子会社化。ゲームやライブストリーミングなど多様なサービスを展開する DeNA。 スポーツ事業にも力を入れており、横浜 DeNA ベイスターズやプロバスケットボール川崎ブレイブサンダースもグループの一員だ。子会社となったスポーツクラブ相模原は SC 相模原を運営している。 SC 相模原は元サッカー日本代表の望月重義氏が神奈川県社会人リーグ3部のクラブとして2008年に創設。そのわずか6年後の2014年には J3 に昇格を果たしている。 DeNA は2021年4月から SC 相模原へ協賛を開始、株式を取得して経営参画してきたが、 SC 相模原が J2 から J1 へと昇格して地域貢献拡大を目指すには DeNA の経営関与をより高めることが必要として子会社化に至った。今後は地元相模原市の街づくりにも貢献していくという。2023年1月に公式ツイッターで新トレーニングウェアがお披露目され、ファンからはかっこよすぎるなど称賛の声が上がっている。